冗談だよ。英語のプライベートレッスンをしてくれてた先生がイギリスに帰国することになったので、スタバでお茶してきた。その時の会話。どこの国が好き？イタリア。イングランドじゃなくて？冗談だよ。どうフォローしようかと焦るので、その手の冗談はやめてほしいよね。しかし日本の女の子はイタリア好きだよね。ああ、確かに。歴史があるし、食べ物美味しいしね。でもイングランドもいいよ。街並みも夜景も綺麗だし、ロンドンのパブも最高だよ。へえ、行ってみたいな。この時点でイングランド推しすごいって思ってたけど、この後さらに。来たらいいよ。ヨーロッパに来る予定はないの？6月に行くんだ。本当に？どこ行くの？イタリア。いいね。他の国は行かないの？スペインもフランスもオーストリアも行きたいんだ。でもそんなに予算もないし、どれか一つにするつもり。イングランドは？え？イングランドは行きたいんだけど、ちょっと遠いし。そうか。でも近々行きたいって思ってるよ。バクパイプとかケルティックとか民族色の強いもの好きなんだ。それはスコットランドだよ。本場のアフタヌーンティーとか飲んでみたいし。それはいいね。ぜひ僕の家にも遊びにおいで。日本のアニメや文化が好きな友達に君を紹介したいんだ。イングランド料理もご馳走してあげるよ。彼が言うには、ヨーロッパには日本文化が好きな人がたくさんいるらしい。そして自分が大好きな日本に住んでいる日本人が自分の母国であるイギリスを好きになってくれると嬉しいと言っていた。ということで、冬の旅行はイギリスに行くことにした。